皆さんこんにちは、矢部ゆうなです。どうも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 。はい、いきなり金髪にイメチェンしてみましたいかがでしょうか。はい、今回の動画はですね、みんなからたくさんリクエストをいただいていた、後ろにも並んでいる白 T の動画を撮っていきたいと思います。持ってる白 T 紹介してっていうリクエストだったり、あと着回し動画を紹介してっていうリクエストをいただいていたので、今回まずは私のお気に入りの白 T10 選を皆さんに紹介していきたいと思います。メンズブランドのストリート系の白 T のアイテムだったり、女の子が重ね着するときに使える白 T だったり、韓国ブランドの白 T だったり、いろんなジャンルのものを紹介していきたいと思うので、ぜひ最後まで見ていってください。ということでどうぞ。はい、ではずらっと並んでいる白 T を紹介していきたいと思います。でまずはこっちからですね。はい、まず一つ目に紹介するアイテムはこちら、じゃん、 MFC ストアの白 T になっています。皆さん MFC ストアっていうブランド知ってますか？中目黒にあるストリート系のブランドになっています。で、ね、ちょっと見覚えある方もいるかもしれないんですけど、私前回このブランドの着画のモデルをさせていただきました。少しなんですけど、見覚えある人いるかな。その時にこの T シャツを見つけて、わあめちゃくちゃ可愛いって思ってゲットした白 T になっています。メンズの L ですね。メンズの L をゲットしました。なかなか大きいのでワンピースっぽく1枚でさらっと着れたらなって思ってゲットしました。でね、この T シャツなんですけど、なんとじゃん、色違いでゲットしました。こっちが一星の XL で、こっちが私の L なんですけど、まあ、カップルでこうやって着ても可愛いんじゃないかなって思って、まだ2人でね同時には着てないので、いつか着るタイミングがあったら着たいなって思ってます。 MFC ストアはオリジナルの T シャツがめちゃくちゃいっぱい置いてあって、すごいたくさん私も T シャツをゲットしたんですけど、その中でも私はこの T シャツがすごいお気に入りです。多分ネットにもあると思うので、概要欄に今から紹介するブランドの URL を貼るので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。はい、じゃあ次。はい、続いてのアイテムはこちらになります。じゃーん、ビリオネアボーイズクラブの T シャツです。ストリートブランド好きな人はもうご存知だと思うんですけど、よく BBC って言われてるブランドですね。これはですね、世界的有名アーティストのパレル・ウィリアムスと日本のデザイナーさん2号さんという人の共同ブランドになっております。2号さんという方はですね、エイプ皆さん知ってますよね、ゴリラのブランド、あれを作った方でして、もうめちゃくちゃすごい人です。裏腹のカルチャーを作った人物といえば2号さんって言われてるぐらいファッション業界ではすごく有名な方とファレルが、コラボしたということで、めちゃくちゃ大注目されているブランドですね。私も T シャツとナイロンジャケットとあとスウェットを持ってるんですけど、夏物のアイテムとしてはこれしか持ってないので、これはすごくお気に入りのアイテムとなっています。なんかピンクのスカートだったり、ピンクのなんかパンツとか、ピンク合わせでコーディネートをしたいなって思って考えています。みんなファレル知ってるよね、ハッピーハッピーハッピーみたいな曲音痴すぎてわかんないけど。はい、じゃあ次。はい、アップルバムのスネブロックのサンプリングの T シャツですね。アップルバムも有名なブランドなので皆さん知ってると思うんですけど、女の子はあんま知ってる子少ないのかな。一応メンズのブランドになっていて、アップルバムはヒップホップ特有のサンプリング手法をクロージングに見立てて作っているブランドになっています。なのでね、この T シャツもスヌープロックのファーストアルバムドギースタイルのアルバムのサンプリングになってますね。で、この T シャツただサンプリングしているだけじゃなくて、ファーストアルバムを手掛けたジョークールさんとアップルバムがコラボをして作った T シャツになっています。展示会に行った時にこの T シャツを見て、わあスヌープロックだって思ってこれをチェックしたんですけど可愛くないですか。日本のブランドになるんですけど、海外とかでも打ち出してるイメージがあるブランドになってます。こういうの着てるとスヌープドッグ好きな人とか、事務所のスタッフさんとかからもすごいあーって言われるから、すごい着てて楽しい T シャツになってます。もしねスネープドッグ好きな人がいたらアップルバムで調べてみてください。はい、じゃあ続いての T シャツはこちら、グッドトリップの T シャツです。これはですね、一世の知り合いのダンサーさんがやっているブランドです。まず名前からしてグッドトリップって超可愛いよね。この T シャツはですね、これ、はい、青と2枚いただいていて、これも一世と一緒に、まあ、カップルで着たら可愛いんじゃないかなって思ってゲットしました。な
んかね、前に私たちが2人で来てインスタを上げた時に何人かからね反応があって、私も彼氏と来たいですみたいな感じで連絡が来たので、すごいその時は嬉しかった。シンプルでね、可愛いですよね。こうやってね、ダンサーさんのブランドもめちゃくちゃ可愛いのがたくさんあるのでチェックするといいと思います。はい、じゃあ次、はい、次のこちらの T シャツもダンサーさんのブランドになってます。これは、トップロックドレスっていうね、福岡の人たちのブランドなのかな。一世がすごい仲いいらしくて、たくさん服をねいただいて、トップロックドレスしか着てないんじゃないかっていうレベルで服を着てるんですけど、私はその中でもこの T シャツが気に入っています。レインボーとかね、こういう明るい感じのやつ私好きなんだよね。これにデニムとかを履いても可愛いなと思うし、私もこうやってオリジナルブランドとか出せたらな。でもデザインとか全く考えれないからぜひこちらもチェックしてみてください。面白くない？ ABCDEFUCK どうやってこういうのって思いつくんだろうね。はい、じゃあ次、はい、じゃあここからはですね、韓国ブランドの T シャツを紹介していきたいと思います。みんな知ってるだろう、韓国好きな人は。アーダーエラーの T シャツになっています。これね、プーマとコラボしている、T シャツなので、ここがちょっとプーマっぽくなってたり、でもカラーはアーダーエラー色ですごい可愛いなって思って、韓国といったらやっぱアーダーエラーが一番有名なのかな、ストリートブランドとかでは。アーダーエラーとね、プーマのね、スニーカーが私は本当は欲しくて、韓国に行くたびにうわー欲しいって思ってたんだけど、結局買ってないです。次はどこでコラボするんだろうね、アーダーエラー。はい、アーダーエラーの T シャツでした。じゃあ次、次はですね、私がもう大好きでやまない韓国ブランド、はい、ラブロスですねもうラブロスはめちゃくちゃ紹介してるから、もうみんな聞き飽きたよって言う人もいるかと思うんですけど、よく見るよね、インスタグラムとかで。着すぎだよねってぐらいこの白 T は着てます。でね、ラブロスのキャラクターが私めちゃくちゃ好きで、このスケボーのこのキャラ、この子がめちゃくちゃ好きで、この子からラブロスにハマってったんですけど、よくね、日本にも福岡、東京、大阪ってポップアップとかにもしてるので、韓国行けないよっていう人でも、ポップアップで買えるアイテムなので、インスタグラムとかでチェックしとくといいと思います。本当にこのね、このキャラクターはね、もう欲しい、私にこのキャラクターの権利くださいってぐらい欲しい。はい、じゃあ次、次もこちら韓国のブランドになっています。ラブロスともすごく仲いいブランドなんですけど、このねデザイナーさんが、日本に住んでる韓国人の方なので、韓国で買うというよりかは日本でゲットできます。だからあのね、ネットとかも、韓国から発送されるんじゃなくて、多分東京から発送されると思うの。イエスユーもね、めちゃくちゃ可愛いです。結構ね、フォントが女の子っぽいフォントが多いんですけど、なんかデザイン的にはメンズもレディースもどっちも使えるようなアイテムをたくさん載せてるので、ガーリンにもなりすぎず、でもボーイッシュにもなりすぎずっていう、すごい中間のコーディネートができるアイテムをたくさんしているブランドだと思います。で、このね、これがイエスユーとラブロスの、さっきのラブロスのコラボティーなんですけど、こんな感じで結構シンプルなものが多いかな、ラブロスと。韓国のね、スケーターさんとかにどちらも人気のブランドになっています。これからね、私はもうどん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 大きくなっていくブランドだと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただけたら嬉しいです。多分またポップアップも来るだろうし、前回のポップアップで私も DJ とか絡ませていただいてるので、そういう機会があったらいいなって思ってます。はい、じゃあ次、はい、じゃあ次、最後の T シャツになります。最後の T シャツはですね、ちょっと無地のシンプルな T シャツなんですけど、これ形が変わっているんです。じゃ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 赤ちゃんが着るような、股のところまでピシーンってくっついてる T シャツになっています。この T シャツのブランドがですね、ちょっと私英語が読めなくて、なんて読むのかわかんないんだけど、ペティトゥバテアウっていうところの、T シャツになってます。あんまね、見ないよね、この感じの赤ちゃんが着てそうなんだけど、まあこれは女の子のアイテムですね。この T シャツのいいところはですね、この下までくっついてるので、インをした時にもっこりしないんですよ。わかります？よくちょっと大きい T シャツとかってさ、こうズボンの中に入れるともっこりして、すごいお腹が膨らんで見えることとかあるじゃないですか。それを解消してくれる T シャツになってます。なのでこれはマジで1枚持っとくとすごく便利なアイテムだと思います。ぴったりね、こう下まで綺麗に T シャツ
ツが落ちてくれるので、私はこれをゲットしてすごい良かったなって思っています。はい、ということで私のおすすめする白 T10 選でした。皆さんいかがだったでしょうか。また後日白 T の着回しコーデとかも撮っていけたらなって思うので、ぜひ今回の動画を見ていいなって思った方は高評価、コメント、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。